ケンタッキーの炊き込みご飯ということで、ケンタッキー肉が埋まってるお米にめっちゃ美味しい。マジで、うん、止まらない。せーの、とんかつ。はい、どうも、細かれあおいです。今日の企画はですね、ツイッターで話題のものを作りたいと思います。イエイ。ツイッターがこちら、ツイートでこちらですね。ケンタッキーの炊き込みご飯ということで、あの衣に含まれる麻薬的うまみ&スパイスが炊き込みご飯にすることによって、そのまま食べるより増強されて感じるということです。いや、これすごくて 3.5 万リツイートもされてるんですよ。フライドチキンを炊き込みご飯にするって普通じゃ考えられないと思うけど、白米とフライドチキンを食べるとことが普通だから、なんかあんまり違和感ないかも。本当に100歩譲ってそれとご飯一緒に食べるのいいけど、そのフライドチキンを炊き込みご飯にしちゃうってどうなの？とてもじゃないけど、俺の想像では美味しくなるとは思わない。嘘、味ついてて美味しそうじゃん。おにぎりとかにしてお弁当に持っていきたい。俺の感覚がちょっと普通じゃないのかな。ちょっと分かんなくなってきた。ここに作り方がですね書いてあるので、じゃあやっていきましょう。はい、それではやっていきたいと思います。めちゃくちゃレシピが簡単なんですよ。とりあえずですね、こちら2合分のお米洗ってきて、2合分のお水を入れました。まずお醤油が小さじ1杯と、中華だしが小さじ 0.5 から1なんですけど、私はここでウェイパーを使いたいと思います。はい、それではこちらに、じゃじゃん、ケンタッキー、いい匂い。で、これをこのまま入れると、できました。それでは炊飯器へレッツゴー。炊けました、イエイ。お腹すいた、早く食べたい。ちょっとオープンしちゃいますよ。いきます、オープン。わ、すっごい、見て、肉が埋まってるお米に。あ、いい匂い。これをほぐします。それではいきます。うわ、ちょっと待ってね。うわ、おいしそう。で、ブラックペッパー入れるといいんだって。塩コショウとか、うん、熱っ、熱っ。これしてごらんなさいよ。ゆうたさん、お母さんって書かれてたよ、この前の酔っ払った私の対処の仕方が。お母さん、うん、お父さんみたいって。はい、混ざりました、イエーイ。ゆうたさんが混ぜてくれました。ゆうたさんもお茶碗ある？よそうか、やってください。はい、これはちょっとまだ信じられないから、これが美味しいな。それでは、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。マジで、うん、味付けめっちゃちょうどいいんだけど、私これ好きだわ。いただきます。どう？あ、ありだね。めちゃくちゃ美味しいね、これ、うん、びっくりした。普通に普段からもちょっと食べたいかもしれない。これ全然ありだね。気づかないよね、ケンタッキーって。炊き込みご飯というよりなんかピラフに近くない？そうそう、そっち系だね。割とちゃんとしっかり味ついてる。俺最初このツイッター見たとき信じられなかった。これがなんで3万リツイートが伸びてるのって思った。うん、理由は初めて分かりました。結構なんか味がフワフライドチキンって結構こうすごいじゃん、ケンタッキーのチキンって。これがめちゃくちゃご飯と混ざって、これね、止まらない。思ったより脂っこくないね。もっとベタベタすると思ったけど、ご飯結構パラパラしてて、ちょっと刻んだ人参とか入れると美味しいかも。あとバターもいいと。バターいいね。バター書いてあった。ほんと？せっかくだからクリスピーチキンと一緒に。うん、やっぱクリスピーチキン最近ずっと大好きなんだよね。この音聞いててください。うん、本当にご飯が美味しい。これでなんかさ、鶏チキンライス作ってオムライスに中に入れるのもいいかもね。鶏チキンライスって何？鶏とチキン一緒になっちゃった。バカバレる。ケチャップと合いそう、このご飯。おかわり。これさ、だし入れて最後の締めさ、お茶漬けも美味しそうじゃない？これケンタッキーで定食として出せばいいのに。商品化しないかな。コンビニのおにぎりとかでさ、商品化しそうじゃない？商品化？うん、コンビニのおにぎり。怖さそう、ウハウハだな。みたさん、おいたちもなんかやろうよ。商品化？
目が深い、うん、ちょっとまだ知名度足りないかな。うん、うまっ。ごちそうさまでした。イエーイ。フライドチキン炊き込みご飯最高でした。めちゃくちゃバターかけるのもいいし、さっき言ってたようにオムライスのね、ライスのチキンライスの部分を作ってみるのもめちゃくちゃいいと思います。はい、皆さんもぜひ作ってみてね。じゃあね、バイバイ。俺と付き合ってくれない？2番目でも3番目でもいいので付き合ってください。めっちゃ逃げ腰。